全ロシア鉄道研究所は、ロシア連邦の鉄道の研究機関。ビニソートは、モスクワ、エカテリンブルク、ニジニノブゴロド、イルクーツクの各都市及びモスクワ地区のシェールビンカ町、クロスノダルスキージャ地域のビローラシェンスカイ駅に20の研究部門と6つの関連支所がある。シェールビン海域にあるビニソートの試験用環状線は、この種の実験線の中でも、 世界有数の規模を誇る。最大1万5000トンまで積載した、最大30トンの軸中までの列車で1キロメートルあたり、毎日最大180万トンの貨物密度で、試験の実施が可能。ビニソートは、欧州、アメリカ、アジアの26カ国の鉄道及び企業と、協力関係を維持する。また、国際鉄道連合のメンバーであり、 国際重量輸送鉄道協会におけるロシア鉄道の公式代表者でもあり、ビニソートの専門家は国際鉄道協力機構の活動に参加する。ビニソートは天然ガスを使用するディーゼル機関車やガスタービン機関車の開発を進める。ありがとうございます。